石祭駅は大阪深井塚市跡祭にある水間鉄道水間線の駅。地元の人は石祭を一0と読むことが多く、この駅も一0駅と呼ばれることが多い。自動車教習所関西自動車学院の最寄り駅であり、教習所利用者など乗降客は水間線の中でも比較的多い駅である。単式一面一線のホームを持つ地平駅である。 駅員無配置駅。駅員が配置されていた当時の駅舎がそのまま残っている。駅にはスロープを通って直接ホームに入る。なお、2009年6月1日のピタパ対応、全車はマン化に伴い、当駅には平日朝ラッシュ時間帯に限り運用される IC カード、専用乗車リーダータッチパネル付交車用運賃箱が設置されている。 平日朝ラッシュ時の貝塚駅のみすべてのドアが開く。2020年6月15日からは、平日朝ラッシュ時の水間観音駅行きと、それ以外の時間帯は、他の無人駅同様、生産には、車内の機器を使用する。2015年12月に駅舎が取り壊された。大阪府統計年間によると、2019年時の1日平均乗降人員は432人で、ある。 近年の1日平均上高人員推移は下記の通り、ありがとうございます。